僕と仲間たちを悪者を罠で捕らえて自分たちの中に閉じ込めたんだ。悪者を倒してくれるなら君のクエストをお手伝いするよと。僕のチャレンジエリアやってみようか。まあ、前作はね、ページは本当に回収する対象だったわけなんですが。なんだこれ。ミニステージみたいなもんか。これなんですが、スーパーマリオの要領で。オッケー。あー、痛い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 。助けて助けて。チャレンジ失敗。なんでここめっちゃ画質いいんだろう。もう一回やろうか。はい、皆さん、こんにちは。チャオリンゴと言います。今日ね、ユーカレリーとインパシブル迷宮続きいきましょう。では、ワールド1終わりまして、まあ、序盤のね、チュートリアルとかもありましたが、まあ、普通に次のステージ行こうか。チャプター2です。恐怖の工場ですね。なんか倒せるんだったらもうラスボスのキャピタル P 挑戦してもいいっぽいんですが、まあ、せっかくなんでいろんなステージ行きましょうか。アクションはね、今のところ使えるものは普通に使えてるんで、なんか今回は教わるとかないのかなと思います。そのうち出てくるかな。これ何なんだろう。中間ポイントかな。で、ワールドに恐怖の工場です。本作は本編というか、以前出たユーカレリーと違って 2D アクションになってます。それこそ、まあ、このね、画質ではあるから何でしょうか。ドンキーコングというよりは、ドンキーコングリターンズとか、おっと、大丈夫か、これ。それこそ、ニュースーパーマリオブラザーズとか、そんな作品チックなところはありますね。こう、第2ステージからなんか、ダメージ受けるようなところ多いな。大丈夫かな。取れなかった。とりあえず、ちょっと進んでいきましょう。あれは敵がダメージ受けたからダメだと思って、あまり近づかないでいきますが。いける？ OK。順番に取ろう。あー、なんてこと。レイディー、レイディー。慌てるな。よし。敵は倒しておこうね。こうやってまたどんどん回収していって、まとめて倒す。痛い。しまった。調子乗った。あいつとかがね、身長というかジャンプ的に取れないんだよな。今まで上昇するアクションもなさそうなんで、仕方ないんで先行きます。よし。破壊して、こういうのは持てます。どこで使うべきかな。割ともろかった。まあ、コンプ要素ではあるのかなと思いますが、こうやってね。OK。一定全部取ると、何枚かのこの、いわゆる金の羽みたいなもんですけど、クイルみたいになったりする。まあ、役割としては、本編では音符だったやつですね。技を教わるときに使ってたやつ。よいしょ。どんどん行こうか。壊しましょう。こっち行けんのか。あれ、セキュルートどっちだ。僕はできれば余分なところから行ってしまいたい派なんだが。こいつ倒して、倒して。これは戻ればいい？倒して、これは時間差で開きます。降りましょう。ここは壊せますね。こういう時はローリング。おっと、一回待ちましょう。これステージのなんか雰囲気じゃねえなとか思いますけどね。まあ、何作ってる工場かは聞かないでおこうか。これ中間地点かな。何なんだろう。鍵がいるのか。鍵欲しいな。壊せるよね。ここまでか。ここまでか。下には降りられない。
これなんですが、こうかな。乗って乗って。取りましょう。時間差で落ちます。おっと、危ない。普通に取って。こいつ倒しにくいんで嫌いです。降りましょう。おっと、なんということ。あらららら。容赦ねえな。いや、ちょっとピカッと光ってるものがあったからな。心躍っちゃったんだけど。ダメか。あれ、どうやって取るんだろう。まあ、仕方ないですね。行くしかない。すぐにこっちへ返して。おーおー、なんだなんだなんだ。びっくりした。まあ、もらっておくけど。もらっておくけど、怖いんだよ。やまんな。どこだ。おー、ナイス。ちょっと悔しいですね。見えてるけど、取れないものがたくさんあったから。これは、返しておこうか。君は何なんだ役割を教えてくれ。さあ、なんかあそこら辺に箱見えるな。待てい。痛い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 。レディー、どれだ。レディーは何だろう。ヨッシーアイランドの赤ちゃんというかベイビーマリオみたいなもんでしょうかね。あーとと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 、いないとジャンプとかちょっとねアクションの質が落ちるらしいんですが乱暴ながらこういうこともできるよ。扉は入れます。入りましょう。入れない時もあります。入れなかったですね。大抵そういう時は上か下とかにちゃんと入れる扉があったりしますね。夕焼けが綺麗ですが、あら、やばい。まあ、これぐらいは全然。さあ、降りましょう。こっちはいけないね。さっき行きましょう。やっぱこれは中間地点だな。気持ちいい。これは上を飛びましょうか。これは先に行こうか。やーだなー。敵を倒しながらついでにここら辺も回収していきます。そんなになんだろう猶予がないんで。あと横にたまになんか行けそうなところあるってなんかもどかしいな。痛いわ痛いわ。ちゃんと回収させろ。漏れなくもらいましょう。すごいな。よし。ここら辺をね、まとめて集める爽快感みたいのはあります。さて、と上行こうか。上がっていい？上がれます？これ何なんだろうな。コレクト要素みたいなもんかな。あー、やれちゃった。ごめんね。ちょっと待って。こっち来い、こっち来い、こっち来い。あー、しまったー。お別れだ。おーと。届くかな？届いたー。壊しちゃったらもう終わりだよね。あ、しまった。優香がいないから、あれだ。なんでしょう、できないことがある。ヒップアタックというか、ボディスラムができ、バディスラムができない。これが何の役に立つのかわからないですけど、ちょっと一応持ってきます。これですね。はい、守り鉢です。これ絶対さ、スプラトゥーンのヒーローモードなんでね。これずっと言い続けていこう。本当に。絶対あれさ、電池ナンバーズ取った時の演出でしょ。もう本当にもう。はい、行きましょうか。コインも散々ですね。全然回収できなかった。今日あと1ステージぐらいいけるかなぁ。と、まあ、待っている守り鉢っていうものがいるんで、これをどんどん回収していきます。なんか女王曰く別に自信あんなら回収しなくてもいいよと言ってるんだけど。まあね、せっかくだからね。ステージはたくさんあるのかな？おーい。あ、トラウザーだ。
この人は技を教えてくれたりします。まあ対価はそれなりに要求されますが、いわゆるバンジョーと数えているとこのボトムズ枠ですね。配信ビジネスか、うん、コインか。有料ゲートを開けてあげます。クソ、今日は技を教えるんじゃなくてこんな悪どいことしないのか。あれ何コインって言うんだろう、うん、とりあえず渡すか。持ってたっけ、持ってたっけ。うん、まあ、これで生きる場所がちょっと増えました。ただも回収しないとああいうアイテムもいけないんだなと思いながら。なるほど、3つあるみたいですね。ゲートもあるか。というわけで今日のトラウザーはあんまりいいやつじゃないですね。お、便利だ。いいじゃん、今日久しぶりね。というわけでこの人ですけど、トニックっていうものを今日は必要とするのか。うん、まあなんか自分にいろんな効果かけてくれるものです。割とグラフィックがね、あのレトロ調になるとか、そういったね、お遊び的なものもあるんですが、トニックメニューを見せてあげるわと。はい、チャプター集めた羽ペンで買わないといけないんだけど、これはサービスでいこうわと。いいか、うん。お、なるほど。これで今出てますけど、パニックにないとも飛び去ってしまうまでの時間が長くなるか。これを装備できるのね。はいはいはい。まあ効果は今僕が読んだ通りです。というわけでこうやって冒険に役に立つものが手に入ったりします。右上のあれが気になりますね。ふんと、今見た感じ僕が購入特典としてもらったトニックは入ってないかなと思うから、なんか方法あるかもしれないですね。それとなくいつかやっておきます。トニックがないよと。まあ装備士も装備したからまた行きましょう。BL でバディスラムよ。これのことですね。この人またいたか。ヒントを買いますか。羽ペンか。あ、今回羽ペンってなってるね。前回とか3リアクションの、本編の方の優香だとクイルって名前だったんですが、まあ、面白いからやってみるか。スクの葉っぱの中にヒントが、秘密の隠れ場所が。うん、お、なるほど。これはいいこと聞いた。これかな？あ？これか？なんだろう。まあいいや。ちょっと待って。この辺りはどうやったら壊せますか？壊せそうにない。先行こう。これは、まあ持って歩いたりできます。押すこともできます。ただし、あ、こうか。割と自由に動かせるんだね。この要領でこうできるか。できた。せっかくだから、今日は羽ペンということなんで、僕も羽ペンと言いますが、回収しておいて。なんだこれ。うん。これは爆弾かな？はいはいはい。はいはいはい、オッケー。これでも破壊できるもんですね。地下だ。へぇ。地下あるんだ。敵普通にいますね。倒すか。倒して。カラフルなキノコには用はないと。これですが。まあ、自分ダメージ受けないみたいなんで、どんどん行きましょう。見えてるのはあれかな。あれも気になる。ただ、とりあえずこっち行こう。
ケー、ページだ。カメレオンとコウモリだって言ってます。乱雑ですね。ワクワクしてきたぞ。僕と仲間たちを悪者を罠で捕らえて自分たちの中に閉じ込めたんだ。悪者を倒してくれるなら君のクエストをお手伝いするよと。お、僕のチャレンジエリアやってみようか。まあ、前作はね、ページは本当に回収する対象だったわけなんですが、お、なんだこれ、ミニステージみたいなもんか。これなんですが、スーパーマリオの要領で。オッケー。痛い。助けて、助けて。チャレンジ失敗。なんでここめっちゃ画質いいんだろう。もう一回やろうか。まあ、こういうミニステージか。これを遊ばせてくれるわけで。じゃあ、いきますよ。はい。不意な接触に気をつけましょう。これはこうでいいかな。オッケー。なんかめっちゃ画質いいな、ここ。すごいですね。そっか、今日はこんな役割なんだな。僕が飛行隊呼ぶから一緒にオーバーワールドを変えてみよう。はい、注目。なんかすごい曲だな。やったねと。ページ頑張ってますね。じゃあ今日はいろんな人出てきます。そうだな、今日新しいステージ入っちゃうとちょっと時間的にどうかな、中途半端になっちゃいそうですが、まあ、あの周辺の人の話聞いてみましょう。この人はいわゆる変身をさせてくれる人です。そうですね、まあバンジョーとカズイにもそんな魔術師枠がいましたけど、この人は科学者かな、どっちかというと。はいはい、イカ科学者というわけでタコです。これ間違いない、タコだよねこの人。うん、ドクターパズですね。私の最新の発明が関係してるの。なんか後ろのマシンちょっと怖いな、今気づいてしまった。スイッチをどっかにやってしまったの。大丈夫だ博士、僕らがその巨大ヤバそうなマシンを動かす手段を見つけてくるよ。うん、ヤバそうですね。ちょっと中に入ってるものがさすがに怖い。最初僕なんか普通なあれだな、キートタッカーの柄かなと思ったんだけど、普通になんか動いてんな。というわけでスイッチがあったらなんかできそうですが、ちょっと待ってね、その前にトニックをもらいます。せっかくだから話そう。トニックを見つけた。ちょっと待って。トニックの買い方はどうすんの？あ、トニックメニューか。そっかそっか。戻って、スタートして、トニックがないよ。あれ？あ、あった。これか。優香が死んでも死ぬと書くなぁ。TWIT コインか。ちゅうわけで、せっかくだから750個で回復できる。一気になくなるな。まあいいか。開けます。あったじゃん。これですね。これが僕言ってた、購入特典です。これ解放しよう。なんだろう。これはね、優香がでかくなります。顔でかいからや。顔がでかくなるっていう、それだけですね。まあよく、バンジョーとカズイのチートコードにもある、よく意味のわからないやつですね。体の一部がでかくなるやつ。これ FX か。ん？ノリノリでディスコタイム？何これ？これはピカピカモードか。ここだとあんま変化ないのか。ちょっと待ってね。まあ、せっかくだからどっかで試してみようか。ステージ行かないと効果発揮されない系かな。ぽいよね。羽ペン倍率っていうのもありますね。
これが、まあ僕的にはこれ個人的に推したいんですけど、90年代テイストになるらしいですね。ユーカ64ということで。こんなのね、本編のユーカレイリーの 3D のやつにも追加としてあったんですけど、どうしよっかな。ちなみにピカピカと共存はできないらしいんで、ピカピカ外していいですか。ブブー。ちょっと待って、外すのどうやんだ。選ぶで。変更。あ、開いた。これで開くことはできるのか。変えよう。適当にこの辺りにしてみますか。これワールド入らないと効果ないかな。ちょっと試しにここ入りながら見てみましょうか。ワイルドウェーブの森。今日ここ触りだけ入ってトニックの効果見て、そんなところにしておこうかな。1セーブし多分10分15分は普通にかかっちゃうと思うんで。ゴースハネペンを追いかけてハネペン祭りを始めよう。これでいけるんですか。ここで選択もできるんだ。じゃあ今日はこの、何でしょうか、ノリノリでチャプターを進めたいディスコタイムというもので、それと、まあ、別に顔でかくなるレギをそんなに見たくないと思うんで、一回今回はこれ飛ばしますが、ピカピカもやめておいて、今日はね、この64テイストっていうのをやってみます。なんだ。じゃあプレイしましょう。あ、ここで変更できるってことね。どれだけ、うわ、なんだなんだ、ディスコのせいか。はあちょっと行ったことあるステージやるべきじゃないかもしれないですね。ああ、カクカクのレディがちょっと見にくい。これすぐ変えられる、あ、変えられるのか。オッケーオッケー。じゃあ FX はやめておいて顔でかくするか。おい、大丈夫か、大丈夫か。あ、大丈夫か。お、なりました。あ、本当だ。というわけで、こんな風にご覧の通り、これでかくなるのとカクカク一緒にやってるんですけど、へえ、なんだろう、キャラクターの位置見やすいかなと思ってた。あー、でもダメだ。別に強いわけではない。でもいいね、レイディー見やすいわ。ちなみにね、3DS 版、3DS 版じゃねえよ。なんだそれ、勝手に作っちゃった。あの箱庭のね、本編のそのユーカレイリーの方であった64トニックっていうのは、ほんとゲーム全編が割と、まあ、あの作り直されるってわけじゃないんですけど、64風になるっていうのがね、追加で出て結構面白かったですね、あれ。よいしょ、中間まで行ったか。よしよしよし。まあちょっと今日こんなもんかなと思います。トニックは割と中でも普通に変えられますね。これ便利。例えばあとはディスコはちょっとどこで使っていいのかわからないですね。うん。あとは、でかくなるやつは、まあいいわ。変えて。カクカクは可愛いからつけておいてもいい。顔デカレイディはね、割と自分の位置が見やすくなるから悪いもんではなかったなと思いました。よし。こんな要素があるんだ。まあいいや、変え。押しちゃおう。おお。一瞬曲なくなるの怖えな。じゃあ、やり直すとかありますが、オーバーワールドに戻ってみましょう。うん。箱庭ゲームではないので、そうですね、割とステージは、ステージというか、ロードはシンプルですね。これ押せる？できるだけのことはやって、今日は終わりにしよう。落とします。こっち行けますね。これはなんていうステージ？おかしな泉。へえ。ちょっとおかしそうですね。上を見ていくか。ドクターパーツのやつは上に、あそこ行かないとないかな。ここら辺はステージ進めないとダメかもしれないですね。じゃあ今日はまあいい時間なんで、ステージ1個と、まあ周りのね、楽しい仲間たちを紹介したところで終わりにしていこうかなと思います。そうですね。これは個人的な 3D 版の箱庭版のユーカレイで個人的に、
なんだろうね、不満ではないんだけど、ちょっとね、好みの問題もあるんですが、3版の、3D の箱庭版のユーカレディって、ステージがね、すごい密度高いんですけど、その分ね、ステージ数かなり少ないんですよ。5つでよかったかな。まあ、5つとその、メインワールドというか、冒険のね、ステージ選ぶワールドだったから、計6つぐらいなんですが、まあ、ステージ数かなり少なかったから、それに対して本作ってこう見ていくと、なんだろうね、まあ、2D アクションであるからジャンルがそもそも違うんですけど、ステージはたくさん用意されてるのかなと思いました。そういうところでまた、なんかだろうか、本編とは違うね、魅力を作ってるのかなと思いますね。トニック切り替えられたりするのもいいですね。なんか金ペンはなくなっちゃうみたいだけどね。というわけでカスタマイズとかも見たところで、今日は終わりにしようか。まあ、このまままたステージクリアしてって、まあしっかりクリアするんだったらコインとか集めるっていう要素もありますし、難易度もね、スロワンから低くはないんで、まあ、ただ、何度も死んでも、レイリー回収したりすれば OK だったりするから、そのあたりは柔軟にね、できてるなと思います。それでは今日はこれぐらいで終わりにしていきましょうか。うん。どうしようかな。クリア目指すんだったら、まあ、ある程度集めたら一回ね、キャピタル B のところ行ってみてもいいかなと思いました。うん、そんな感じで今日は終わりにしていきましょう。じゃあよかったら皆さんもね、チェックしてみてください。どうかな？結構本編の 3D のね、ユーカレイディの方もよくセールやるんですよ。こういったインディタイトルとしてはね、元の値が4000円だったかな、一番は。ぐらいするんで、安くはないんですけど、セールでね、よく半額になったりするんで、これからね、年末とか、そういったところはね、お気に入りに入れとくと告知してくれるかもしれません。半額とかになると割とね、ボリューム考えるとすごいお得だと思うんで、好きな方もね、初めてやってみる方もいいかなと思います。じゃあそんな感じで終わりにしていきましょう。よかったらまたね、これ以降も見ていただければと思います。他の動画含めいつもご視聴いただきありがとうございます。今日はこれでおしまいです。さよなら。